巨大な竜骨が屹立する世界、バーネリア。西方王の滑る法王朝は、創世主である聖神バルニールへの信仰を説き、それを礎とした国家を作り上げていた。王国は繁栄の一途をたどるかに見えたが、邪悪な神敵の存在が平和に影を落とす。森を支配する獰猛な竜と、その竜を体内に宿し、強大な魔力を自在に操る存在、魔女によって。法王朝は魔女を狩るべく鎮魂騎士団を作り上げた。全ては創世の神の導きにより、呪われた血を受け継ぐ魔女を根絶やしにするために。息を潜め、混沌たる闇の中、魔女たちは希望の光に手を伸ばす。死に抗う意味を探すために、生かされた絶望を終わらせるために。執念深さだ。逃げていても意味がない。来いよ、相手してやる。クソ、騎士団の仲間がいれば。まったく、タイプがはぐれてしまった自分の不運を恨むしかないな。消えていない。やっぱりダメか。クソ、アバラが暗暴感やられた。参ったな。俺みたいな下っ端が一人死んだところで世界は何も変わらない。悲しむ家族だってもういない。でも俺の人生、こんなところで終わるわけには。ダメだ、もう意識が。させないわ。なんとか間に合ったみたいでよかった。そこのあなた、大丈夫？虫の息ってところね。少しの間、我慢してもらえると助かるわ。おい、ミネサ、なんで騎士団なんか助けるんだ？そいつは私たちを狩ろうとする側だぞ。殺そう。何も気まぐれで助けたわけじゃないわ。彼には、私たちの役に立ってもらうつもりだから。ラポネットを連れ去ったのは鎮魂騎士団の仕業。その一員である彼なら騎士団本体の居所を知っているはずよ。分かんないな。その程度の情報のために助けてやる必要ないだろう。騎士団なんて一人残らず竜に食われてしまえばいい。それがこいつらにふさわしい末路ってもんだ。よく考えて借りかろう。ラポネットの身に何かあってからでは取り返しがつかなくなるわ。彼の身柄を抑えておけば騎士団との交渉材料にだって使えるでしょ。最悪の事態を避けるためにも最大限手は尽くすべきよ。これ以上話してる余裕はなさそうね。さあ改めて竜退治と行きましょう。ちっ、しょうがないな。よし、殺そう。
負けられないわ。私の番ね。やってやる。ほっよっほっよっと。覚悟しなさい。覚悟して。行くぞ。食らう。よし、解消だ。力でみんなを救いたい。最強に近づいたわ。さてと、肝心のこいつだけど、このままだと死んでしまいそうだぞ。そうね。とりあえず治癒魔法をかけて。もしかしてもう手遅れなの？おい、しっかりしろ。せっかく助けてやったんだ。くたばったりしたら承知しないからな。だったらもう一度。ダメ、呼吸がどんどん弱々しくなっていく。手の施しようがないの。ちっ、骨折り損のくたびれ儲けか。やっぱり私たちだけで何とかするしかないな。というわけで殺そう。もう殺そう殺そうって少し短絡的すぎよ。そんなこと言っても実際問題どうにもならないだろう。こいつが魔女だったら竜の血を飲ませときゃいいんだが、私たちと同じようにはいかないし。待って、それいけるんじゃない？え、どういうことだ？確かに人間は魔女のように竜の力から魔力を得ることはできないとされてるけど、でもそれって魔女ほど劇的な効き目がないだけなんじゃない？だからこいつに竜の血を飲ませてみようってことか。ほら、ちょうど目の前に息絶えたばかりの竜の死骸だってあるわけだし、このままだと確実に彼は死ぬ。何もしないよりたとえわずかでも可能性にかけてみた方がいいと思う。まあそうかもな。じゃあ早速容器に血を移して。おいおい、ふぐ、口移しで飲ませるなんて。父さん、逃げて。リュウが、助けて、誰か。なんだ？こいつ、何言ってんだ？あれ、ここは。そうだ、確か竜に追われて。俺はまだ生きているのか。驚いたわ。
まさかここまで聞くなんて。これは予想外だな。君たちは、そのいでたち、色素の薄い髪、魔女か。そうやって機敏に動けるところを見る限り、もう問題なさそうね。だけど態度にはかなり問題があるぞ。よし、殺そう。もうせっかく助けたのに台無しにする気？助けただと？そういえば傷がきれいに塞がってる。ありえない。どういうことだ？まさかこれはお前たちが？ええ、そうよ。一応聞くが、俺がどこの所属かを知った上でやったのか？ああ、そうだ。一体何が目的だ？私たちの大切な仲間があなたたち鎮魂騎士団に捕まってしまったの。このままだと法王庁に連行されて拷問にかけられてしまうわ。そうなる前に彼女を取り返したいの。というわけで鎮魂騎士団の本体はどこにいるか白状しろ。大体の居所なら想像できるが、騎士団を裏切るわけにはいかない。悪いが、俺はタイからはぐれたんだ。他のみんながどこにいるかはわからない。なんだ、そっか。よし、殺そう。早まらないでカリカロ。情報を引き出す以外の利用価値もあるから助けたわけでしょ。おっと、そうだった。じゃあお前、私たちと一緒に来い。嫌だと言ったら。分かった、言う通りにする。やけに素直だな。一命こそ取り留めたが、とても魔女二人を相手にはできないからな。ここはお前たちに従っておく。賢明な判断ね。じゃあ行きましょうか。Thank you.
消えて。ここから脱出するわ。いただくわね。えい。ほら、もっと早く歩け。グズグズするな。助けてもらったとはいえ、気は許せない。この魔女たちは騎士団に害を及ぼすことを企んでいるのだから、なんとか隙を見て逃げる算段を立てないと。それにしてもここはどこら辺なんだろうか。それがわからないことには。おいお前、さては逃げようとしているだろう。何を言い出すんだ。お前の企んでることぐらいお見通しだ。さっきからキョロキョロあたりを伺いやがって。逃げるなとは言わないが、逃げたら殺す。逃げてもいいぞ、死んでもいいなら。おとなしく従うしかないか。まずはこいつらを油断させないと。妙な真似をするつもりはない、安心しろ。私たちを丸めこもったってそうはいかないからな。ところであなた、名前は？ゼフィーだ。お前たちの名も教えてくれないか。ミネッサよ。おい、何をホイホイ教えてるんだ。不用心にも程があるだろう。大丈夫よカリカロ、名前を知られたからといって困るようなことなんてないでしょ。ちっ。おいお前、私はカリカロって言うんだ。よーく覚えとけ。ああ、ミネッサとカリカロだな。言っておくけど、慣れ合う意志はないわ。あなたたち鎮魂騎士団は私たち魔女を狩る旧敵なのだから。くそ、言わせておけば。そんなの俺のセリフだ。竜も魔女もどちらも滅ぼし尽くしてやりたいのに、誰が慣れ合うか。ミネッサの言う通りだ。必要がない限り口を閉じておくんだな。分かった、心がけ。言ってるそばから騒ぎ始めたか。よし、殺そう。待って、様子が変よ。ここは慎重に経過を見ましょう。別に暴れて逃げようとしたわけじゃ。そうじゃないわ。
その胸のあざ。あざ？何を言って。なんだこれは。まるで魔女のあざのようね。確かによく似ているな。何を言う。魔女のあざなわけないだろう。私たちの体にあるものと同じように見えるけれど、でもそんなわけないわよね。どう思う、カリカロ。ただの人間、それも男にこのあざができるなんて今まで聞いたこともないが、突然変異ってやつか。だから違うと言っている。もともとは薄いかさぶただったはずだ。断じてこんなくっきりとしたあざなんかじゃ。もしかして竜の血を飲んだことと関係があるのかしら。私たちと彼の共通点なんてそれくらいしか。なんだって。今なんと言った。瀕死のあなたには治癒魔法が効かなかったのよ。だから試しに竜の血を飲ませてみたってわけだ。魔女はそれで回復できるから、一か八かでな。そんなバカな、なんてことをしてくれたんだ。おい、あまり怒鳴り散らすなよ。そうでもしなかったらお前今頃死んでたんだぞ。しかし忌まわしき竜の血を飲むなんて冗談じゃない。突然変異なんてあるわけないだろう。ましてやこの俺が魔女になるなんて。悪夢だと言うなら早く覚めてくれ。ああ、言いたい放題言ってくれるじゃないか。落ち着いて。私たちだって信じられないのよ。魔女の長い歴史の中でも突然変異なんて聞いたことがないわ。今の時点ではっきりしているのは、あなたの体に魔女のあざのようなものが現れたということだけ。本当に魔女になってしまったのなら魔力に目覚めているはずよ。魔力？なるほど、確かにその通りだな。あざがあっても魔力がないんなら、そんなのは魔女とは呼べない。魔力の有無を簡単に調べられる方法があるから、試してみてはどうかしら。正直、真実を確かめるのは怖くもあるが、大丈夫だ。騎士団の俺が魔女になんかなるはずがない。竜の血を飲んだから魔女になるなんてただの憶測に過ぎないんだからな。どうかしら。そろそろ答えを聞かせてちょうだい。よし、わかった。その方法を教えてほしい。それで魔力の有無を確かめる方法というのは。あなたが空を飛べるかどうかで判断できるわ。は？実演してみせた方がずっと早いわね。カリカロ、一緒にお手本を見せましょう。いや、ちょっと待ってくれ。私たち二人が飛んだら、その隙にこいつが逃げるかもしれないぞ。そうね。じゃあ私が飛んでいる間、彼を見張っていてちょうだい。ああ、わかった。ミネッサが杖を構えた。攻撃されるわけじゃないと分かっていても油断はできないな。じゃあよく見ててね。こうやって杖に魔力を込めて。浮いた。どうだ、魔女にとってはこれぐらい朝飯前だぞ。さあ、次はあなたの番よ。そう言われても杖もないのに。いいからやってみて。見よう見まねでできるかどうかで
魔力の有無が見分けられるから。そうか、そういうことなら俺は剣を使おう。確かこんな感じで念を込めて。うわっ、剣が浮遊し始めたぞ。まあ、おお、そんな、まさか。何してんだ、早く乗ってみろ。ああ、よっ。飛んでいる、俺、空を飛んでいるぞ。ふん、そんな無様な飛び方で何をいい気になっているのやら。仕方ないだろ、空を飛ぶなんて初めてなんだ。だったらよく見とけ。飛ぶってのはな、こういうことを言うんだ。地面スレスレの低空飛行、そんなこともできるのか。そりゃ伊達に19年も魔女をやってない。どうだ、恐れ入ったか。もうそんなできて当たり前のことで威張るんじゃないの。これが当たり前なのか。正直均衡を保つのがやっとなんだが。ふっ、だらしないな。くそ。ほらほら、どうしたどうした。悔しかったら私たちみたいに鮮やかに飛んでみせろってんだ。いや、俺は。ダメよカリカロ、その辺にしておいて。今そんなに飛んだら、いざという時に魔力が足りなくなってしまうわ。まあ、それもそうか。おいお前、今日のところはこれで勘弁してやる。なあ、本当なら飛べたら困るっていうのに、不思議と気分がいい。もし俺が魔女の力に目覚めてしまったのだとしても、空中で戦うことができるんだ。使い方によっては騎士団の助けになるかもしれない。さて、目的は果たせたわけだし、そろそろ終わりにしましょう。何はともあれ、これではっきりしたようね。あなたに魔力があるという事実が、技と魔力、その二つを備えたあなたは魔女と言わざるを得ないわ。まさか本当にこんな奇妙なことが起こるとはな。あなた自身、魔力が自分に備わっていることをさっき実感したはずでしょ。ああ、どれだけ認めたくなくてもこれが現実なの。分かってはいたが、はっきりと言われると結構答えるな。魔女を倒すためにこの力を使うとしても、騎士団の奴らにどう思われるか。しまった、こんな間近まで竜の接近を許してしまうなんて。逃げ回っている暇はないわ、撃退しましょう。まあ仕方ないな。おい、お前も手伝え。ほら、ぼさっとするな。もう体力は回復してるはずだろう。ショックを受けてるところ申し訳ないけど、自分の身は自分で守っていいわね。ダメだ、まだ上の空で嫌がる。しっかりしろよ、頼むから。おしゃべりはそこまでにしましょう。来るわよ。
気を引き締めろ。やってやる。出番だな。もらった。覚悟しなさい。食らう。これで一歩前進ね。不思議な感覚だ。なんだか力が湧いてくるわ。このままどんどん強くなるぞ。ま、ざっとこんなもんだな。もう分かったと思うが、魔女は結界を張って空中で竜と戦うんだ。竜は宙に浮いてるだけじゃなく、空中をまるで地面みたいにかけてくるやつや、水の中みたいに泳いでくるやつもいる。死にたくなかったら油断しないことだな。どうかしら、魔女となって初めての実戦は。俺一人ではまともに太刀打ちできなかった竜をあんなにあっさり返り討ちに。ええ、そうね。それを可能にするのが魔女の力よ。魔女を狩る鎮魂騎士団の俺が魔女。ま、もうお前がどれだけ魔女を狩ったところで、騎士団のお仲間は絶対に受け入れちゃくれないだろうけどな。カリカロ、それぐらいにしておいて。今はきっと現実を受け止めるだけで精一杯だろうから。ふん。じゃあさっさと移動しよう。鎮魂騎士団の本体を探すぞ。私に任せて。これは使えるかも。待って、どうしたミネッサ。し、声を落として。向こうから誰かが来るわ。軍艦に響き甲冑が立てる金属音。さては鎮魂騎士団の別動隊か。このままだと見つかってしまうわ。隠れましょう。あ、わかった。声を上げて助けを求めるか、少し様子を見るべきだろうか。何してんだ、お前も来い。精神録二章三節を復唱せよ。魔女はこの星の未来と罪なき者を滅ぼす者なり。魔女を捕らえた際の心得は、懺悔させ死をもって償わせよ。
さっきの一節、俺も一体どれだけ復讐させられたことだろう。あいつとも熱く志を語り合ったものだ。今日も団長に散々しごかれた。手足がガクガクいってるぞ。うちの団長は本当に容赦ないからな。今日はぬるめの湯にしろよ。ゆっくり使ってよく疲れを落としておいた方がいい。ああ、そうだな。なあゼフィ、つかぬことを聞いてもいいか。なんだ、改まって。お互い遠慮するような仲じゃないだろう。では聞くが、お前は何のために鎮魂騎士たることを目指したんだ。そうだな、俺は俺の幸せを壊した竜が憎い。ひいては竜を生み出す魔女が憎い。だから俺は剣を取り、あいつらを根絶やしにするために騎士団の門を叩いた。それだけのことだ。なるほどな。自分の場合、代々精神バルニールへの信仰が強い家に育ったためだったりする。お前のように熱く燃えたぎるもののない自分は少し引け目を感じてしまうな。おいおい、何を言ってるんだ。お前が立派な騎士になれば家族はきっと喜んでくれるはずだろう。俺よりよほど真っ当な道を歩んでいるんだ。卑下なんかする必要ないじゃないか。ゼフィ、そうだな。どんな理由であろうとも俺たちは神敵である魔女を撃つだけだ。俺は魔女を撃つために騎士になった。なのにその俺自身が魔女に。運命は何という皮肉を俺の目の前に突きつけるのだろう。懺悔させ死をもって償わせよか。まったく一方的な言い草だな。私たちは竜以外を進んで襲ったりしないってのに。気持ちはわかるけど腹を立てるだけ無駄よ。まあそうなんだけどさ、あの中のどれぐらいのやつがちゃんと自分の頭で物事を考えて判断してるのやら。さてもうそろそろ私たちも移動しましょう。ああ、わかった。この二人は俺を脅しつつも傷つけようとはしなかった。魔女は絶対悪ではないということか。おい、何をボサッと突っ立ってる。ほら、キリキリ歩け。ああ、そんなはずはない。現に魔女を捕らえようとした同僚は危うく殺されそうになったことがある。今ならまだ別動隊もそう遠くへは行ってない。大声を上げれば仲間に気づいてもらえる。なのにどうして俺はためらっているんだ。どうしたの。随分と静かだけど、もしかしてさっきの戦闘で負傷でもした？いや、大丈夫だ。そう、ならいいわ。ラポネットを取り戻すまで死んでもらったら困るもん。二人にどんな思惑があろうと命を助けてもらったのは事実だ。今すぐ突き出すことはない。もう少し行動を共にして魔女の善悪を見極めてからにしよう。
私に、ま、行くぞ。消えろ。私に任せて。私に任せろ。見えないものを見る。行くぞ。私に任せて。私に任せて。はっ。消えて。これは。やった。役に立ちそうね。気を引き締めろ。私の番ね。やった。任せろ。余裕余裕。不思議な感覚だ。この力でみんなを救いたい。強くなった気がするな。私に任せろ。見えないものを見る。これは使えそうだ。もらっとくか。ねえ、さっきの別動隊は本体と合流するの？さあ、そのあたりは何も聞いていない。おい、とぼけない方がいいぞ。何か知ってるんだったら洗いざらい吐け。だから本当に何も知らないんだ。疑うんだったら実際に追いかけてみればいいと思うが。その手には乗らないぞ。隙を見てあいつらに助けを求める気だろう。カリカラ、ちょっと静かにして。なんだ、どうした？森のざわめきの中に人の声みたいなものが混じり始めたわ。今日も竜をぶっ倒して荒稼ぎと行くか。やけに近くないか？っていうか、ひょっとするとすぐそこに。あ？おやおや、珍しいところで珍しい顔にあったな。身を隠すには少し遅かったみたいね。お前たちはエビル・レイブン。魔女が二人に鎮魂騎士団の若いのが一人か。さては兄ちゃん、魔女たちにやっつけられて捕虜になっちまったんだな。やれやれ、王朝直属の鎮魂騎士様は上っ面こそはご立派でも中身は点で大したことねえな。どれ、一丁魔女たちをぶっ殺して哀れな騎士様を救い出してやろうじゃねえか。まあもっとも、これ以上生き恥はさらせないだろうし、その後で兄ちゃんもぶっ殺して差し上げないとね。調子に乗りやがって。やってみろよ、やれるもんならな。おうとも、お前ら出てこい。やっほー。人が空を飛んでる。どういうことなの？少しだけど竜の魔力も感じるわ。ああ、それはあいつらの腰についてる道具のせいだ。チッ、相変わらず変なもので飛び上がって。倒した竜を解体して持ち帰っては妙なものを作ってると思ったが、まさか竜の魔力を利用していたとは。妙なものじゃなくて飛翔の窓を切ってんだよ。この状況でおしゃべりしてる余裕があるとは、随分と舐めてくれるじゃねえか。ああ、細かい考察は後にしましょう。残念だけど戦いは避けられなさそうよ。ミネサにカリカロ、俺も手を貸すぞ。おいおい兄ちゃん、剣を向ける相手が違うんじゃないのかよ。
竜や魔女から一緒に民を守ってんだ。仲間みたいなもんだろ俺たち。ねえ、法王朝に忠誠を誓わず蛮行の限りを尽くすお前たちと仲間になった覚えはない。騎士団を貶めるならこの場で倒す。おっと、これは失礼。騎士様は誇り高くていらっしゃる。まあどのみち兄ちゃんもぶっ殺すわけだしな。だったらまとめての方が手間が省けるってもんか。遠慮なく行かせてもらうぜ。来るわよ、気をつけて。こんなところで負けられない。行くぞ。こんなもんだな。力が湧いてくる。私はもっと強くなれる。最強に近づいたわ。ちくしょう、やりやがったな。ふん、口ほどにもない。いいか、二人とも気をつけろ。新手が来るぞ。おお、お前ら、そのざまはなんだ。それでも栄えあるエビル・レイヴンの一員なのかよ。面目次第もありやせ。デュランドル。おお、てめえ鎮魂騎士か。どういう理由で魔女とつるんでる。お前にいちいち俺の事情を教える筋合いなどない。どうせ下っ端のくせにいっぱしに口答えしやがって。貴様らよくも仲間たちよ。デュランドルさん、焼きを入れてやりましょう。ああ、じゃあいいが、何熱くなってんだ。俺たちは今から大物を狩りに行くんだろうがよ。雑魚どもにかまけてる暇があるかってんだ。ですけど。ほら野郎ども、さっさと行くぞ。ついてこれない奴は置いてくぜ。ちょっと待って、どこへ行くつもりなの。まさか騎士団に告げ口する気。おいおい、見損なってもらっちゃ困るぜ。そういう陰湿なのは大嫌いなんだよ。俺らはただてめえらの元お仲間を狩りに行くだけさ。ま、悪く思うな。待ってください、デュランドルさん。貴様ら、覚えてやがれ。言ってしまったわ。おい、お前、何なんだあの指揮官は。あいつの名はデュランドル。エビル・レイヴン切っての猛将だ。1万頭以上もの竜を殺したと豪語していて、栄えある万竜殺の二つ名で知られている。1万頭以上。竜を殺すことしか頭になく、他のことはどうでもいいと考えている。竜を殺して解体し、戦いのための魔導器とやらを作り、そしてまた竜を殺戮する。それがあいつらエビル・レイヴンのやり口だ。去ってくれて助かった。さすがにデュランダルが相手となると勝てる気はしないからな。私たちの元お仲間、嫌な言い方ね。ムカつく野郎だ。竜に食われて死ねばいいのに。竜は魔女の体内で育ち、やがて腹を食い破って誕生する。魔女の中には竜に殺されたのだという考えの者もいるらしいが。
キュランドルは形が変わっただけで魔女は竜そのものだと言いたいんだろうな。鎮魂騎士団だけでなく彼らまでいるなんて、ますますあの子が心配だわ。早く騎士団の本体を探さないと。あ、俺たちも移動しよう。こら、お前が仕切るなってんだ。デュランドルさん、本当に良かったんですか？あ、何の話だ。仲間たちをいたぶりやがったあいつらを野放しにしていいのかって言ってるんです。いつまでそんなことを言ってやがる。てめえの喧嘩はてめえでケツを拭くのが男ってもんだろうが、世の中は弱肉強食、弱いってのはそれ自体がもう罪なんだ。だから俺は最強を目指し今の地位にありついてるんだぜ。捨てられて泣きわめいてた孤児の俺がよ。いや、そのでもですよ、ディランドルさん。俺俺かっ飛ばしていくぞ。待ってください、ディランドルさん。